パート5ですイスラエルとパレスチナ。森先生にお話を聞いています。先生、今年10月7日のあの事件は全世界に衝撃を与えましたね。そうだねヨン期プールっていう、なんか英語で見てるとそういう名前で呼ばれてるんですが、ン期プールっていうのはなんかユダヤのお祭りかなんかならしくて、はい、それであのお祭りで なんかみんながもう休んでて、そして若者があの野外音楽フェスティバルで歌って踊ってるるときにあの、ハマス戦闘員がパラシュートで降りてくるような映像を見て、非常にシュールな感じを受けました。ウムキプールっていうとあの、73年の第4次中東戦争がウムキプール戦争っていって、はい、ユダヤのお祭りに合わせて、エジプトが攻め込んでるんですよね。だそのちょうど50年でしょ。 はい、うん、それを狙ったんでしょうね。ただ、まさしく不意打ちでしたね。どうなんでしょうね。僕はここは釈然としないですよね。やらせだったと。やらせというか、あ,のあ,る,ある程度の情報は、当然、イスラエルの諜報機関は掴んでいたと思いますよ。うん、それをだから、評価が甘かったのか。 あるいは別の目的があって、あえてやらせたのか、そこはまだ分かりませんもうガザの通信も含めて、インフラはすべて、えっと、イスラエルが握ってるわけですから、うですよその通信の中身とか、あるいは人の動きとかは、もう、抜けななはずなんですよね、うん、だからハマスの中にも、例えばモサドとか、シンベトの工作員がたくさん入ってるはずですから。うん、うんうんうん その人たちが何も知らなかったって。で、もし何も知らなかったんであれば、これはイスラエルの情報機関の失態じゃないですか。あんだけ一般市民が殺されてるんですから。うん、じゃあ誰か辞めたんですか、先にとって。ああ、聞いてないです。でしょうん。あと、イスラエル国防軍もなんか、あの、あれあ、朝になんか攻撃が始まったんですが、全然動いてないんですが、あの。 なんかや,やられっぱなしで傍観していたような感じで、2日ほど経ってから動いてるような気がしますまあ、これはいずれ明らかになることなんで、ちょっと今のところはこれ以上、コメントしたくないですね。ああ<ー>、はい、わかりました。はい、で、今回のこれによって、けれど、この10月7日のあの事件が起きる前と起きる後では、その中東の情勢、そしてあの、うん、世界の情勢も。 もう不可逆と言ってようと変わったような気もするのですがあのイスラエルとアラブの国々の和解っていうのはどん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 進んでいたんですよね。うん、で、エジプトが、まあ、一足先に和解したんですけども、はい、そのあとちょうどトランプ政権下で、うん、えとアメリカが仲介してですね、で例えばカタールとか UAE とかがイスラエルと和解するという方向で、 で最終的にはサウジアラビアがイスラエルと和解すると、国交を結ぶという、そういう動きだったわけですよね。で、それが今回のことで、吹っっ飛んんじゃったんですよ、ね、カタール UA、UAE、サウジアラビアとなってくれば、もうイスラエルとしては、あのなんか肩の荷が下りる感じがしますよね。これらに国家として承認してもらえれば。はいはいはい それが非常に難しくなりましたね、今回のこれで。そうですよ。で、さすがに、あの、アラブの国々もですね、今のそのイスラエルにやってる軍事作戦を見てですね、そのイスラエルと国交って結べないじゃないですか。で、あの、今、あの、人質の交換をする、しないという、そういうところに、実は、あの、 段階が移ってきているようで、この人質の交換に、あの、イスラエルが応じればや、やっと停戦かなっていう気もするんですが、どうでしょうか、それは甘いでしょうか。甘いですね。甘い、はい。はい、っていうのは、あのー、この戦争はですね、あのー、利用価値があると思ってる人たちがいるわけですから。あ利用価値がある、はい。でそもそも ハマスですねでハマスは要するに <laughs> あのイスラエルと和解したくないわけですから。で、みんなアラブの国が,アの国がイスラエルとここを結んじゃって、もうあの戦争をやめようってなっちゃったら、ハマスの存在意義がなくなっちゃうじゃないですか。するとハマスはなんかいつでも頑張らなきゃいけなくなってきますよね。そうでですよ、うんうんで イスラエルの空爆で大勢人が死んでますから、はい、パレスチナ人かね。うん、と彼らはどうもかすと、イスラエルくたばれ、ハマス頑張れってなるじゃないですかうんうん、うん。ここまでの話を聞いてくると、そう簡単にこのイスラエルとパレスチナがなんかあの和解するのは難しそうだなっていう気がしてきました。でさらに厄介なことはですねその イスラエルの内部にも今回の紛争を喜んでる人たちがいるということですね。イスラエル内部で喜んでる人たち。はい。それはさっき名前出たリクード島の人たちってことでしょうか。もうそうですし、はいあの、実はリクードよりももっとやばい連中 <laughs> あリクードよりやばいやつがいた。この人たちはな何かっていうと、あの要するに、 現在のイスラエルはまだ未完成だと。うん。で。シオニストンドはまだ完成していない。そうそうそう。はい、だから、ヨルダン川西岸とガザだけ併合してもダメなんでやって。これでもダメ。はい。で、どこまで取るかっていうと、エジプトの東側。ええー、はい。えっと、ナイル川まで。ナイル、はい。ナイル川の東側まで。でうん。あと、 西、逆だ、東はですね、えーと、ユーフラテス川ですね。ええー、じゃあ、イラクとかあの辺まで。はい。うん、だから、イラク、シリアの一部まで、うん、もちろんヨルダン全土、これが本来のイスラエルだと言ってる人たちがいて、うん、これを大イスラエル主義と申します。はい。はい。だから、シオニストの過激派ですね。うん。 で現在、その陸土政権というのが少数与党で、はい、で連立組んでるんですよ。はい、その連立相手がこの極右の大イスラエル主義者たちなんですよ。ええー。だから,だから原爆使おうみたいな声も出てくるってことですよね。そう,そうそうそう。うん、だから、ネタニヤフはこの連中をうまく飼いならさないと、政権崩壊するんですよ。うんうんうん 例えば、財務大臣。ああ、住職ですよね。うん。ソモトリッチっていう財務大臣が極右で、いいパレスチナ人は存在しないって言ってます。はい、あい。いないんですね。いないです。はい。い <laughs> ネタニヤフさんもその最初にユダヤの入植が行われたとき、そもそもパレスチナ人はいなかったみたいなことを言ってますね。だからネタニヤフは極右から見ると、まだ恩恵派でネタニヤフは、えー、とガザと西岸だけを取り返すっていう立場だと思います。うんうん、はい 先生最後になんですけど、そのイスラエルの指導層が、今回の,その10月7日の事件を起きてから、なんかア、アラブ人、またはパレスチナ人をなんか、動物扱いするような、そういう言葉遣いが、非常に英語で聞いてても目立つんですが、あれはイスラエルの生民思想の現れというふうに言っていいんでしょうか、それとも、今回のことに限ったあの、えっと、怒りの結果の一時的なものなんでしょうか。いつも思うんですが。 あの根本的にはやっぱりあると思いますね、セミミストていうのは。うんうん、で、その、シオニストや大イスラエル主義者のですね、寄って立つ基盤では、結局のところ、旧約聖書になりますから。はい、はい。神に選ばれた我々、イスラエル人が約束の地を守る。あるいは約束の地に国家を建てると、彼らは思い込んでいますので、 パレスチナ人からしたらたまったもんじゃないですよねあの、うんで。実はだからこう考えてくると、その、イスラエルを一切認めないというハマースと、うん、それから、えー、っと、パレスチナなんてい,ないんだという、その、うん、イスラエルの中のシオニストっていうのは非常によく似てる。あ似たもの同士だった。うん。相手とは話し合わないんだと。排除するんだ。うん、だから、 平和なんかなくていいんだという点では、実は敵同士だけでもそっくりで、だからこの問題はですね、最終的には、パレスチナ人がハマスの支配を脱する、ハマスを倒す、パレスチナ人が、はいうん、ユダヤ人がその極の政権を倒すしか、大イスラエル主義、はいうん、しか方法ないと思います。 ということは、双方の、まあ、ある意味、良識に訴えるという、そういうことですね。その良識をそれぞれの,あの当事者が持てるかどうかが、今後を左右するのかなという気がしました。うん、最初に茂木さんおっしゃったように、なんか、どよんとしたものしか残らないよって言って、本当にそうなっちゃったんですけど、はい、けれどあの、それでも世界はやっぱり続いていきますから、今後もパレスチナの情勢、 ガードの情勢を見ていいきたいと思最後に、最後に、はいえっと、だから我々が何かできるかっていうと、うん、介入しないことです。介入しない、はい、介入し,、ね、しちゃだめ、この問題は。で、彼らがもう殺し合って殺し合ってうんざりして、もうやめたいと。で、戦後復興したい。 と言ったときに、助けますよと言うべきで、戦ってる最中にどっちかに加担するってことは、結局は我々もやけどしますだから、非常にあの辛い話でありますけど、あの死者がいくら累増しても、えーとえー、戦いがいつまでたっても終わらなくても、両者が血を上って頑張ってる限りは、もう見とくしかないっていうことでしょうか。悲しいことでですすがそうですね でもしもそれでもうやめたと、どっちもがもう疲れたっていうふうになったときにあの、援助なり、技術なり、それで復興しませんかというふうに持っていくっていうことでしょうか。そうですね、うんはい、日本は中東で、これまで悪さはやってませんので、武器売ってないっての大きいですよね、やっぱり。だから、ユダヤ人もアラブ人も日本人に対しては敬意持ってますから。うん、うんうん 下手ににどっちかに加担すす。るのは僕は僕反対ですということは、この点では岸田首相の双方に自制をという、あの言葉は、あれはあれで賢明な外交姿勢だったってことですね。岸田さんについては、私、全く評価しませんけども、はい、あの態度は正しいです、うん。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。